いや、皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？なんか、自宅でやるのもまだ久しぶりだね。今回はね、西東京のスタジオでやったみたいに、α6300 にカメラを戻しまして、レンズは、純正の、なんだっけ、18から 135mm、f3.5 から 5.6 っていうの買ってあったのね。それを使ってまして、あんまり明るくないんだけど、まあ動画で使うにはいいね。で、照明をね、Godox SL60W がまた出てきたんで、まあ引っ越しもう1ヶ月経つんだけど、いきなりズルズルっと仕事始めてるもんだから、なかなか完全には片付かないね。ダメだね。で、パズルと一緒でさ、その、あれを片付ける、例えばそこにスチールラックを完全に作るには、そう、スチールラックのジョイントの部分が出てきてなくて、特殊なやつ使ってるの1個。が出てこないから、ああ、そっか、上まで完全に積み上げられなくて。っていうことは、そこに、隣に置いてある、オリコンとかももっと上には積めないなとかっていう、まあ言い訳だよね。ソファーとかそこに立てて置いてあるからね、他に置く場所ないから。とかね、スタジオ借りたくなってくるね、こういうのね。スタジオ借りちゃうと、こういうのごといけるのあるからな、とか、いろいろ考えてる。今回さ、そう、お誕生日のプレゼントが後からもう一個来まして、ありがとうございます。目を温めるやつとか愛用してるよ。すごくいいよ、あれ。とかね、皆さんにいろんなのいただきまして、ドライヤー目薬とか。これですよ、これ見えるかな。靴の匂いを消すらしいぜ、これ。粉を振りかけると、いいみたい。ありがとうございます。イエーイ。ウイルクレンズって書いてあるんだな。だって、音が聞こえないぐらいふかふかの粉みたいなね。使わせていただきます。ありがとうございます。おじさんは足の匂いがやばいんです。なんかさ、汚い話で飯時だったらごめんね。靴履くじゃん。で、ずっと靴履いてるとこう、なんていうのかな。多分僕の足の常在菌がいい感じの環境で増殖しちゃうんだろうね。その履いてる期間が短い靴とかだったら大丈夫なんだけど、だんだんこう、あれな感じになってくるので、皆さんも気をつけた方がいいですね。てな感じでございまして、ありがとうございます。今日の話題はですね、これですよ。ようやくレビューができるよ。このね、OM システム 20mm。OMDS なんでね、これ出たのがね、オリンパスじゃなくて。20mm F1.4 Pro っていうやつですね。M 図以降なのかな？ M 図以降デジタル ED20mm F1.4 Pro っていうのが正式名称でございまして、まあ、オリンパスらしくすごく、なんていうのまあ、防塵防的だよね、これね。防塵防的だと思います。IPX1 相当の防塵防的、防塵機能と、マイナス10度の低温性能も備えているというか、まあ、丈夫なやつですよ、要はね。これなんで気に入ったかっていうと、これに先行して、ニッコール Z40mmF2 だっけあれっていうのがありまして、その 40mm の画角が、これは楽だわっていうのに非常に感銘を受けましてですね、ブログなんかにもすでにこれの写真掲載してるんだけど、なんで 40mm 相当がいいのかっていうと、その 35mm だとちょっと、こうなんていうのかな、あと一歩大きくゴリッと詰めないと、絵にならないというか、埋まらない感じなのよ。で、埋まらない割に、例えば人間撮ってるとするじゃん。人間撮ってて、こうみんなとね、横一で、これちょっと広角だから手がビヨンって伸びるんだけど、その広角で撮ってるとして、人間の横一で撮ってるとして、35ミリで、例えば私がこうしているのを、画面にまあ、これだと、要はその、ちっちゃいじゃん。単純にさ、ちっちゃいのをこう、詰めていこうとすると、これぐらい必要になってくると思うんだよ。例えば画面にある程度埋めようと思うと。ってなった時に、その、結構どうしても背景が大きく映っちゃうから気をつかなきゃいけない部分も大きいし、その迫力が出るんだけどね。だったり、その心理的なスナップとかで撮ってて心理的な距離がしんどい時があるわけですよ。詰めなきゃいけないから。28mm 相当 GR とかだと、カメラもちっちゃいからコソコソっといって、こう片手で持ってパシッとか撮れちゃったりする部分もあるので、意外とね、28mm とかの方が詰め切れちゃったりする時があるんだけど、35mm で丁寧に撮ろうとすると、その辺の心理的なこっち側のプレッシャーっていうのはある時があるんですよ。逆にね、その不思議なもんだなと思うんだけど。っていうのが 40mm だと、それがもうちょっとあと半歩ぐらい詰めずに済んじゃうし、かといって 50mm みたいにその背景の処理に俺に苦手なんで、人間を 50mm で撮るのが本当に苦手で、それがないので、結局人間を、まあ、例えば横位置使う人多いと思うんだけど、50mm とかだと。多いと思うんだけど、その人間はある程度の面積で入って撮った時の背景の角度が気に入らないんだと思うの。で、それが 35mm だとそのドキュメンタリーには非常に向いてるから、撮りますよ、撮りますよ、撮りますよっていうのが、お互いに分かってる上で詰めさせてくれる状況であれば、働くおっさんとかだとめちゃくちゃ都合がいいんだけど、程よい背景量、背景の情報量がね、になるからすごくいいんだけど、50ミリだと狭いしってなってるところに40ミリを試してみたら、すごいちょうどいいのよ。程よいの。で、しかも手前に映ってる人間も、まあ、寄っちゃえば歪むんだけど、あと画面の端っこ持ってきゃね、歪むわけだけど、基本的にはそう気にするほどでもない感じなので、それはですね、ある意味マニアックな使い方だと思うんだけど、その40ミリで横位置人間、縦位置でもいいんだけど、撮っていくのが非常にいいなと思ったり、スナップの時にもなんかすごく程よいんですよ。それが気に入っちゃって、これ、もう40ミリ、40ミリのね、ニッコール Z40 ミリの方はまだ修理出してないんだけど、あまりに甘いので、今、フルサイズ機は、S5 ばっかり使ってるの、S58 だ、ばっかり使ってるのもあって、ちょっと手出しないというか、全然ニッコール Z 仕事でしか使ってないんだけど、これですわ。この、スナップでは、これを買って以来、オリンパス、スナップ機オリンパス、ほんとちょうどいいなって感銘を受けている部分があって、このレンズを使っています。で、このレンズの側をさ、レビューするとかって、これメタルフードをつけちゃってるんだけど、俺スナップ用のレンズ結構メタルフード好きで、25mmF1.8 も買ったんだけど、メタルフードにしちゃったこの白馬のメタルフードすごい気に入ってるの。これちょっと径が太くなるやつで、あんまり、こうなんていうの、ピントが来た来た。なんていうの、シュッとならない、やつなんだけど、こっちの 20mm の方にくっつけてるのはなんだっけ、これ 62mm と 58mm とかそんなんだっけな、メタルフードの K ねっていう感じなんだけど、これ見た目もいいでしょ。これね、白馬のやつを普通に標準用の 58mm だってフード買っても別にゴリゴリ絞って撮ってみたけど蹴られないんで、これ普通に使えるよ。で、まあ、締めすぎて撮れないんだけどこのパッケージングで気に入っています。もともとついてくるメタルフードじゃないや、花形のプラスチックのフードがちょっと大げさであんまり正直好きじゃないんだよね。なので、こっちにしておりますが、非常にいい感じでございます。ビルドクオリティ非常にいい。スイッチ類何もなし。ピントリングのみ、単焦点だからね。ピントリングのみで、マニュアルフォーカスで使うことがまずないんで、このまま使っておりますけども、サイズ感も EP7 につけても、EM1M3 につけても、全然いい感じで、非常にこう、コロリン、縦振り外そうか。この感じです。このサイズ感です。非常にいいのよ。EP7 つけてても全然違和感ないしね。うん、ちょうどいい。僕的にはもうこれ、つけっぱなし系のレンズに最近なってますね。それぐらい気に入ってて。まあ、側的にはもう特筆すべきではこのサイズだよで終わりだね。で、写り的にはね、写りの面では、あまり大きなことを言うとあれだと思うんだけど、マイクロフォーサーズのレンズってどうしても妥協があるじゃん。写りに妥協があるのがマイクロフォーサーズ。センサー的にもね。まずセンサー側の画質の問題とレンズ側の画質の問題切り分けなきゃいけないと思うんだけど、センサー側が、やっぱりすぐに、いろんな意味で限界が来るでしょ。ダイナミックレンジ、高感度とか。解像度由来の滑らかさ足りないとか、ちょっと硬い感じするじゃん、どうしても。っていうのがあって、マイクロフォーサーズってなるんだけど、オリンパスの場合はね、レンズ技術がすごくいいみたいで、オリンパスのこっちの標準ライン、プレミアムラインってやつ ?F1.8 シリーズの方でも、まっとうに映るの。で、まっとうに映るんだけど、マイクロフォーサーズの限界だよね、マイクロフォーサーズ、良くも悪くもマイクロフォーサーズらしい硬い写りをしてるところがちょっとあって、まあマイクロフォーサーズだからねっていう感じの、ある意味舐めてかかってる感じがあるんだけど、プロレンズを、20mmF1.4 と、あとね、オリンパスさんから今、OM1 と 40-150mmF2.8 と、この 45mmF1.2 プロ借りてるんだけど、プロレンズの単焦点はね、ちょっと超えてくる感じがあるね。一クラス上の写りをするなーっていう感じがするの。これ 45mmF1.2。欲しい。何がどう超えてくるかっていうと、例えば立体感であったりとか、シャープさであったり、ピントが合ってるとことちょい向こうの処理のうまさ。前は滲むようなボケってよく言うんだけど、滲むようなボケって言われたってわかんないじゃん。俺もいまいちピンとこないの。ピンとこないんだけど、どういうことかっていうと、変なジャワジャワがないとか、例えばよ、緑の平原を、まあまあ近いところからこうやってベローって繋がってる絵を撮るにしても、その変なところにこう境界とかあれとかが見えないで、そのまま綺麗になだらかに繋がっていくことを多分言うと思うのね。で、あと安い方のレンバー言っちゃあれだけど、安い方の普通の方の F1.8 ラインはまあちょっと硬いのでボケ量自体もそんなにないし、なんかこうフルサイズみたいな、ある意味こう暴力的なボケ感はないわけですよ。フルサイズのレンズって不出来なレンズでもセンサー側がでかいもんだから、もう無理やりボケちゃうところあるでしょ。で、そういうのがない。そういうのがないんだけど、プレミアムライン、普通の方はね、ないんだけど、プロレンズの方はね、もっとリッチな感じの、なんか俺レンズを使ってるなーっていう気持ちになる感じを映りするの。で、20mmF1.4 がプロラインのプロの単焦点の中で一番安いやつだと思うんだけど、入り口としてはゲートウェイとしては非常によくできてるなと思って。今俺ね、8万いくらで買ったかと思ってたんだけど、今ね、価格コム来たら最安で 64,053 円っていうのが出てて、あれそんな安いんだってちょっと衝撃を受けたのね。今みんな買いの時期かもしれない、ふとすると。それぐらいね、その、なんだろう、標準としてはいいというか、オリンパスを使ってて、その一歩踏み出しちゃっていいかな。例えば俺が進めるんだとすれば、そのなんていうのかな、オリンパスをメインのマウントにしている人でスナップ撮ってる人ももうバリバリに買いのレンズだと思う。画角によってね、合う合わないはあると思うんだけど、俺的にはもう強力にお勧めできるぐらい 40mm 気に入っちゃった。でプラス俺、その人間撮りを今年進めるつもりがいて、被写体さんを募集していました。愛知の方。いましたっつったら今、被写体さんを募集してるのなかなか難しくてね。俺もね、申し訳ないんだけど、こう、いろんなところでいろんな被写体さんが欲しいもんだけど、ワークショップのモデルさんが欲しいとか、純粋に作品撮りがしたいとか、こう、いろんなモデルさんがいるから、こう、ふわーっとした募集になっちゃって応募しにくいっていうのもよくわかるんだけど、怖くないよっていうのはあるんだけど、その、なんていうのかな、人物撮りを今年進めるにあたってメインはまあフルサイズになるわけですよ。なんか今のところ SO にしようと思ってるのね、ちょうど良さそうだから。って思ってると、その時にじゃあサブカメラも何持ってこうかなっていう時に EP7 に 20mmF1.4 とか、まあこれ EM1M3 ですけど、このサイズなら別に首から下げていこうが、リュックのここにカチャってつけていこうが全く苦にならないわけで、そういう点でもこれぐらいのサイズが多分お遊び用のサブカメラとしては限界だと思うのね。本当はこれぐらいのサイズの方がいいんだけど、これのフードなしぐらいがいいのかもしれないんだけど、写りも良くって、しかもなんだろう、サイズギリギリを突き詰めていく F1.2 にしなかったおかげで、このサイズってね、非常に私喜んでいるところでいいし、そういう意味でもね、そのサブ用途としてもメイン用途としても、この 20mmF1.4 は素晴らしくいいのと、ツヤ感が出る。なんて言ったのか、今、オチがついたみたいにストラッパーになったけど。つるんとか、キラッとかっていうのがマイクロフォーサーってちょっと苦手だったりするの。ゴリゴリとかもっそりは結構得意だったりするんだけど、オリンパスはセンサーもレンズも方向的に明るい目だよね。その腰が高い目の明るい表現をするのに合ってるような雰囲気があって、その JPEG 撮りすると感触系どうこうとかっていうのは俺ロードりしてるからちょっとわかんないところがあるんだけど、まあそのパナソニック、パナライカの組み合わせと比べると、あっちはすごく渋くて大人のかっこよさみたいな感じがあるのね。ニューヨーク撮るとよく似合いますみたいな感じがあると思うんだけど、オリンパスについては明るい写りが非常によく合うので、そういう点でも余計その、なんていうのかな、明るい写りをより推進するためにもプロの単焦点って、そういう方向で作ってあるんだなって感じがして、余計仕事っぽい感じがする。仕事で渋くて暗いイメージ撮るのってさ、その、東京カレンダーみたいな感じじゃない限り、なかなかない。どっちかっていうと明るい陽の写真でね、陰と陽でいうの、言った時の陽のイメージが求められることが多いので、まあ、オリンパスはそういう風にセンサーもボディも作ってるんだなっていう感じがするので、プロの単焦点はそこにスコッとはめに来たような感じがする。ので、その一般的な用途としてもすごく合いそうだし、いいね。これものすごい気に入ってますね。で、まあ、防塵防滴とかは俺全然というかね、大して関係がない、そんなハードな撮影しないんであれですけど、オートフォーカスも全然早いし、あと、プロの単焦点正確だね、オートフォーカスが。それも非常に感銘を受けているところで、EVF で見てて、まあ、背面液晶でも見てて、これ大丈夫かなって思うようなところでも、しかも EM1M3 でも EP7 でもそれぞれ位相差分式と、コントラスト式っていうオートフォーカス方式違うんだけど、両方ともバキンバキンにピンとくるのよ。すごく信頼性が高くて。でね、レンズがね、25mmF1.8 使ってると結構怪しいので、これね、そのプロレンズがしっかりしているおかげで、25mmF1.8 が、残念ながらそこそこなんだなっていうのが分かっちゃった、バレちゃった部分もあるぐらい、プロレンズ単焦点との比にすると非常にいいですね。正確。っていう感じで、なんかもうベタ褒めになっちゃうけど、まあ、ベタ褒めせざるを得ないぐらいの、これはよくできたレンズだしね。その、フルサイズっぽいっていう言い方をするとあれだけど、フルサイズっぽいなーって思う写り。ボケの量だけはあれなんだけどね、ちょっと足りないんだけど、すごく品のある豊かな写りをしてくれるので、オリンパスがこういう風に、まあ、OMDS がそういう風にそのセンサーの限界に挑んでいるんだなーっていうので、OM1 も今回ボディの話だけど貸してもらって、今度はまた改めてレビューします。そのマイクロフォーサーズの限界にすごく果敢にチャレンジしているのがよく分かって、OMDS すげーなーって感心しているうちの、要素の一つとして 20mmF1.4 の非常に素晴らしい写りもありました。なのでね、気になっている人は、まあ、ちょっとお高いんだけど、マイクロフォーサーズの割にはお高いんだけど、標準域のレンズで、まあ、いいね、これは進めちゃうね、いいぞ、お前らこれ買えっていう風に僕も相談されたら激プッシュしたくなるレンズでございました。そんなわけで、20mmF1.4、めっちゃ良かった。まあ、バリバリ愛用レンズですね、これからも。イエーイ。旅に持って行ってもこれがメインになるでしょう。ってな感じでございました。いつも通り写真くっつけてもね、また。